こんにちは、こんばんは、赤髪のともです。ヨッシーアイランドの続きやっていきます。ワールド 4-6、 ワールド 4-6、 プクプクがいる水辺、これ実はテイク2です。10分くらい撮影したんですが、マイクの電源を入れるの忘れていました。てへてへ。なのでちょっとこれ2回目になるけども頑張りますが、ちょ左へ行きたい。ちょっと間が空いてしまったんですが、この話するの2回目、間が空いてしまったんですが、まだまったりとやっていきます。で、ヨッシーアイランドの実況は今4-6で、今回で4をクリアしたいなとは思ってるんですが、クリアできないかな。お城の前で終わるかもしれないけど、よし、ヨッシーアイランドクリアしたらまた違うゲームを一人で実況していこうかなと思います。まあ、もちろんみんなで実況するゲームもあるんですが、18時に投稿するゲームは一人でゲーム実況する動画にして、19時半に投稿するゲームは実況はみんなで遊んでる動画を投稿しようかなと、そういう狙いでござんす。危ねで、ここは亀の甲羅に壊してもらうのがあって、ここなんだよね。うわ、怖っ。うわ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 、そこになんかあんの知らなかった。ちょっと待って、ちょっと待って、やばい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 、危ない。ちょっと待って、どうしたらいいんだこれ。あ、消えちゃう。これ消えやしないのか、消えるように。あれは水面反射。うーわ、お前飛ぶのか。どうしたらいい、これを踏んでウィーンって行って行って、こうだ、ここら辺。下手くそ、うそでしょ。うわ、ちょっと卵欲しい。あれは知らなかったな。あいつ食べるか。ちょ、コインよりもよほほほい、これは行く。あれ何なんだ、気になる中身。ワンナップだろうけど、確かこの先にヘイホーがさっきいたんだよ。あれ、ヘイホー、ちょっと卵の数が根本的にここ足りないじゃん。いた、よし、どっちから当てるんだろう。こっちからかな。難しいな。ここら辺だろう。あれどうやってどうやって壊すんだあれ。まあいいや、さっきやった時ここの鍵を下に置こうとしちゃった。今度は慎重にやります。で、これを、そうだ、ここで壊すんだ。壊して、嘘、壊して、これを左に、違う、右か、右に持っていって、で、ヒップドロップで壊すと。あの場で壊したら、あの黄色いブロックが崩れて、さっき鍵が落っこっちゃったんで。これで鍵を手に入れて、なんか起きてる。で、ここで入ると、さっき入れなかった。何かな、まだ風船割りかよ。あ、今度止まってる。あ、じゃ上だな、あの、うわまあこればっかりはまあ運だからしょうがないけど、まあ、いいよ。くそ、じゃあ先へ進みます。やっぱりこのヨッシーアイランドのさ、音楽がいいですよね。音楽がたまらなくいいですね。
100点満点プレイヤー目指してないのに、すっげえ意地悪だなこいつ。あれ、これっていっぱいヒップドロップすると、あ、いっぱい、あ、わわわわわわ、せっかく星集めたのに。うわ、ヒップドロップするといっぱい出るんだ、やっぱり。これぐらいでいいや。お、卵がいっぱい増えた。くそくそ、もう4面になってくると1つの面が長くなってくる。今の中継地点いるのかな。あはは、カニ？ねえマジで、この兵法かなりハイブリッド。こっちの下攻撃をかわして飛んでくるなんて。2発3発よっ、いった、よし。一回卵を当てたカニはなんかヒップドロップだと一撃みたい。やっ当たったで、なんだよ、なんだ、おー、あ、あーで欲しい。まあ今卵がいっぱいあるから結構。え、なにそれ。あー、なるほど。うわ、登ってきちゃってるし、やばい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 、どうしよう。撃つ、取る、危な。なんかなかったっけ、アイテム。星プラス20使おう。違う、これ今使うべきじゃなかった。10まで回復したから使えばよかったってやつだ。そうだそうだそうだ、あー、もう完全に勘が鈍ってますねこれも。ほんとになんだよこいつら、ほんとに。おっつえ、あんなアウトレンジから。ちょっと待って、ちょっとちょっとちょっと、どうしよう。うわ、まあ、どうするどうするどうする。うわ、ほいほい、食べる食べる、ほい、一発二発三発、危ない、あ、危ない、あっち落としちゃおうかな。おっと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 、チャポン、かわいそうに。なんかすげえ兵法が遊んでる、仲間に入れてほしいが。あー、かわいそう。うわっ、あいつマジで嫌いだわ。よっ、当たった、2発3発、そろそろゴールだねーと。これで1面終わりか。8分くらいかかったな。当たった、4-7、4-8まで今日はクリアしたいんですが、ちょっと一面一面が長いですね。得点はどうでもいいんだよ。なんかいいアイテム、スクラッチチャンスって、あー本当にコクッパじゃないや、カメックしか出ない。お、一回、おお、これはもうまさに左にまっすぐ行くか。コクッパじゃなくて、こ、なんだっけ、カメックじゃなくて、なんだっけこいつ、ちっちゃいカメックはなんて言うんだろう。とりあえず2機アップ。あ、お城が見えてきた。次、4-7 4ワールド7、1000リフトでアスレチック。うわ、アスレチックステージか。タララッタラッタ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 、幸先不安、タッ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 タ
同じコース遊びますよ。4ワールド7、1000リフトでアスレチック。チャララララチャラチャーチャ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 、こういうことね。ここは飛ぶと。オッケーオッケーオッケー。同じミスは二度は起こさない。じゃあこの下になんかある。ないのか。今だってコインの起動的になんかありそう。アスレチックステージは面白いな。チャララチャラチャー、ちょっと待ってくれよ。じゃあ今コインの軌道的になんかあったっしょ、あそこに。これじゃあこっち左に飛べばいいんだね。ダメか、絶対無理、絶対無理だ。よくできてんだ。でここに行けばいいわけだ。どういうこと、あのコイン、あこれコインの軌道、これか。初見殺しが豊富だな、もう。あくそ。おお、どっか行って、嘘でしょ。消すか画面から。よし、これはもしかしたら一発で終わっちゃうかな。え、よし、あー死んじゃったか。あ嘘、あいや、あ大丈夫大丈夫。よいしょー。ああそんな風なのもできんの。あそんな風も、じゃあ無限に増やせんじゃん。あんまりいらないけど。あそんな、そんないいの。あっと、よあれ、あよほ、すごい鳥がいっぱい。おお、行く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 。これをこうなんかかわすことできない。あ嘘、ほっ、ああくそ、あムカつく。これはなんでこういうふうにあるの。え、なんかあったのかな。うわ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 、同速だ、トゥーイちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あぶね。つむじくんいっぱい来るし、早いから、ちょっと厄介。これで星集めて。ああ、なんだ。そこにお花がある。なんで上行こうとしたんだろう。こうやって取ればいいんだ。戻ってきて、戻ってきて、ああ、鳥が。鳥ちゃんよりは使い道あったな。この赤いリフトは動きが速いんですよ。うわーうーわー、よっ、よし、あれなんだろう、たまに踏ん張りジャンプが効かなくなるときが、よっ、うわ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 っ、にゃくちゃくっ、おー楽ちん。結構苦戦したな。あーダメか、ダメ。じゃん、アスレチックステージはねちょっとやっぱり難しいですね。60点よし、これで4ワールドの8、最後。あー、亀か。お城。4ワールド8、ビッグノコノコのお城。1個、2個、お、なんだ、サービス、いいね。これどうせコインだろうからいらない。あー、そういうこと？これでいいんじゃないかな？オッケー。あれの溶岩の吹いてくるやつって一撃だっけか。怖い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 。え、すげえサービスいいな、ここ。あ、ノコノコのお城だからノコノコが多い。あ、卵当てなきゃダメなんだ。この音怖い。幽霊兵法は可愛いな。
ちゃいけない？下へ行く？ん？あー、ここまでコインじゃないや。亀のこれ持ってこいってことだったんだ。じゃあ多分また戻されるんだろうな。なるほどね。のこのこ口の中に含ませといた方が良かったのか。謎解きかなんかあんのかな。でこっち戻る。あーでそういうことか。それ使っちゃうのもったいないからこっちで先に進める。こう使おう。で階段ができると。オッケー。若干の謎解き予想というか上に扉があった。で鍵か。でさっきのところに戻る。で今度鍵はどこで使うんだ。あでここで行くのか。なんか上怪しいけどな。上怪しいな。よっこ、えビッグプッチン。あやべ失敗したよ。よいしょ。それだけかよ。うわ危ない。今意外に危なかった。よでここで鍵が。オッケー。ん、なんかサクサクじゃないかこれは。なんだ。うわ、なにこれ。うわそんなことすんの。ただの誘拐犯じゃ。ちょっと待って。これ人、倒しちゃえばいいのか。倒しちゃっていいのかよ。うわまたいるよ。ちょっと今までの中で一番厄介な敵かもしれない。あこれ全部赤コイン。おお。せい。せい。赤卵いっぱい作れるな。せい。おお、いいね。せい。せい。おお、いいね。よし、で、これじゃあ、もうあとただ上に反射させるだけ。はい、と。おお、ボス。どんなボスだったっけか。結構サクサクいけ。うわなんか壁の色がなんかゴワゴワしてる。これなんか質感とかもなんかヨッシーアイランド独特な感じで、この当時スーパーファミコンの他のゲームにはなかったような感じだった気がする。なんか霧が出てくるんだよね。そう。特別この演出は何かの意図があるのかわかんないけど、どうなんだろう。これができるならヨッシーの足元破壊すればいい。キー、我ら亀一族の本当の恐ろしさを思い知らせてやる。ウキー踏みつぶせ。猿みたい。おーね、ノコノコが大きくなると。あーいいね。顔がリアル。確か、あってここは顔じゃなかったっけかな。でひっくり返ったところをなんかヒップドロップを当てていくみたいな。おおそんな感じだった。うわそんな悪いことするの。ちょっと待ってこいつ踏むとどうなるんだっけ。あ踏むと卵吐くのか。そうだそんな顔だ。でこう卵を一気に吐いてポーンってやって、
で、ポーンとやって、ポーンで、で、ヒップドロップで、もう一回か。これで逃げる。ドン。で、簡単だろ、これ。5面、4面のボスにしては。FPS もこんなにエイムが良ければいいんだけどね。で、これでしまいドン。すごい破壊力のヒップドロップ。うわ、これ破壊した。これで4面クリア。意外にサクサク。ちょっと1面最初今回の1面はちょっと勘が鈍っていてグダグダだったけど、2面3面と最後ボスを倒してサクサクっといったかな。あ、でも悪くないしね。50点いかないから。これで4面クリア。で、これで音楽変わります。だんだんね、楽器が増えていきます。ステージが増えること。ガタガタ、タンタンタンの。私、5面でね、すごい雰囲気変わるはず。Y。あ、やっぱ変わった。じゃじゃっ。じゃあじゃっていうところが変わりましたね。では次回5面からスタートしていきます。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップして登録をお願いします。この動画の続きが見たいときはタイトルをタップして下にスクロール、再生リストから見ることができます。パソコンからご視聴の方は画面下のボタンからお願いします。で、バイバイって。はい、3、2、1。バイバイ。もうちょっと元気よくさ。赤髪の友が料理や釣りに挑戦する実写動画チャンネルもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。